走れ葵チャンネル。はい、皆さんこんにちは、走れ葵チャンネルです。今日は超限定ニューバランスの特別モデルのスパイクを紹介します。今回紹介するのはこちら、こちらです。はい、こちらのニューバランスのスパイク、何が限定かと言いますと、こちらですね、現在直営店とベースマンさんで販売されているニューバランスの限定スパイクになります。で、型番は L3000 という型番で、日本国内ではオフィシャルショップおよびベースマンのみで限定展開で登場。足との一体化を生み出す抜群のフィット性、俊敏なプレーを支える軽量性と安定性で、全てのプレイヤーの最高のパフォーマンスを引き出すニューバランスのベースボールと書いてあります。新シリーズ L3000 の限定先行モデル、ランクの高いスニーカーにも使用されるミッドソールが足を包み、スパイクとの一体感を高めます。また、かかとと部分上部の当たりが優しい素材を採用、安定感と履き心地の両立の実現と書いてあります。で、今回ですね、こちらのスパイクを買いますと、靴紐がですね、6種類ついています。で、なんで6種類ついているかと言いますと、 MLB 合同トライアウトで使用されたモデル、その参加人数は多く、多い年で400名を超える選手が参加します。各選手をグループ分けするために、靴紐によって色を分けるそうです。で、そのままその正規輸入品のため靴紐が不足していると書いてますね。また2017年の春に販売すると言われている定番モデル、白紺の L3000 にも6色の紐がついてくるそうです。ではスパイクを見ていこうと思います。はい、白で、これ紺なんですよね。あ、紺というか黒なんですよね。ここが紺でありまして、まあ、ここもパッと見紺に見えるんですけど、実際黒に縁が金です。はい、こんな感じですね。で、紐は最初は白がついていました。で、ちょっと自分今紺に変えたんですけど、まあ、こんな感じです。中身はこんな感じですね。ちょっと柄が入ってます。で、裏がこんな感じです。1、2、3、4、5、6、7、8、刃は8枚ついてますね。こんな感じです。はい、紐はこんな感じで、6色入っていました。なぜ自分がニューバランスのこのスパイクを買ったかと言いますと、まあ、自分が好きな青木選手が履いていたっていうのがあります。で、まあ、川崎選手とかも履いていまして、ずっと気になってたんですけど、この一つ前のモデルですね、2016年のモデルだと、ちょっとスポーツショップで履いたんですけど、ちょっと重くて軽さがなかったので、ちょっと走れる時にどうもちょっと今使っているアディダスよりは落ちるのかなと思って、試し履きで履いただけなんですけど、ちょっと重くてそれは買いませんでした。で、今回これが先行販売っていう形で販売されてるんですけど、まあ、この前のやつよりは軽くなったと思います、正直。ですが、まだもっと削ってもらった方が多分軽くなって走りやすいんじゃないかなと思いますね。まあ、走る競技だけじゃないので、バッティングとか守備にも必ずグリップ力とかも必要になってくると思うので、まあ、軽ければいいってもんじゃないんですけど、自分はもうちょっと軽い方がいいかなと思いました。で、グラムも測ってみようと思います。はい、だいたいグラムはですね、片足で27センチで345グラムでした。ちょっと重たいですかね。自分が使っているアディダスはもっと軽いのを使っていますので、ちょっと重く感じてしまいます。ですが、これから練習で使ってみまして、またいい点とかがあればあげようと思います。とりあえずこちらは2017年に販売する先行販売ということで、今ベースマンさんと、ニューバランスの直営店で販売されております。アディダスの場合はこの底がスパイクとても曲がるんで使いやすいんですけど、ちょっとこれはやっぱり硬いですかね。はい、こんな感じです。ですが、履いてみるとまだいいこともあると思うので、実際に履いてまた動画を撮りたいと思います。はい、ベースマンさんで売られているこちらのスパイクを購入しました。お値段は12,960円ですね。はい、というわけで今日はこちらの、2016年限定のニューバランスのスパイクを紹介しました。2017年に販売されるモデルの先行販売ということで、今回買ってみたんですけど、またこれから、履いてみて動画を撮ろうと思います。話は変わりますが、こちらのメジャーセカンドの6巻も、一昨日ぐらいですかね、販売されたと思うので、読んでる方ぜひ買ってみてください。また、ユーザーさんでニューバランスのスパイクを履いてる方いましたら、使った感想とかを書いてもらえればありがたいです。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では失礼します。皆さん、チャンネル登録はお済みですか？自分の走れ葵チャンネルをチャンネル登録して、毎日動画をチェックしてみてください。自分は毎日6時半にアップできるように、努力しております。そんなわけで、これからもよろしくお願いします。さすが感情論、ぶっ込んで誰も彼もが
ネル登録お願いします。